以前からですね私が、えー、上級国民のですね斜め横断について広報、えー、をしてきました注意喚起をしてきたにもかかわらず数年間、全く改善が見られなく、えー、昼間の時間帯、約1時間50分。 約50分ですね、1時間以内、50分ぐらいの間に、100人ぐらい、約100人ぐらいの上級国民が毎日のように入れ替わり、立ち替わり、斜め横断を広島合同庁舎前に置いて行われてきました。これまでに何回も百1番通報し、そして広島中央警察署に行くと百1番通報してください、それから百1番通報すると、広島中央警察署へ行ってくださいと。 いうようなことを繰り返してきて、そして現場を通過した、えー、パトカー,、えー、こちらの3名の、えー、警察官にも実態を見ていただき、えー、警告等をしてもらってからも数年間経ちました。で、その警察官は、えー、県の警察本部にもしっかり伝えておくと言ったにもかかわらず、全く改善されない状況でございました。そして さらにですね、また中央警察署に、この事実を課長は知っているのかということを、えー、お尋ねして、いかなる対処をしているのか、業務をしているのかといったところを、えー、先般の私の動画の中でも言っている通りに、えー、把握しているかどうかは数が多,多すぎるのでわからないと、それで1回だけ記録はあるというようなずさんな業務でございました。 で今後どうするのかというようなことを、えー、お聞きしましたところ、えー、継続してやっていくということで、でその後ですね、えー、この令和6年1月18日に、えー、広島合同庁舎、えー、入庁所属恩中という、この文書を、えー、発したということを報告を受けました。えー、そこで実際にどのような文書だったのか。 というところで、えー、本日は皆さんにご紹介したいと思います。皆さん、一人一人の力は微力でございます。しかし、その微力の力が継続すれば、やがて岩をも動かす、そして岩をも穴を開けるということになってきます、えー。決して諦めずに継続していくことがいかに大切かということを思い,される思い致されるところでございます。 巨大なる権力、巨大なる不条理、そして組織に対して、短期で戦っていくことは非常に難しいことであります。しかし皆さん、勇気を持って、自信を持って、諦めずに違法、不法行為、そして不適正な地方行政に対しては、徹底的に戦いを挑んでいこうではありませんか。えー、そこで、えー、皆さんが、 1>, 1人であなたが戦っている何らかの問題があるとしたら少しでもそのお力添えになれば、えー、と思って、えー、こちらをご紹介するところでございます、えー、広島中央警察署の交通第一課長によってこの書類が発出られたことがこの文章でもわかると思いますで逆を考えれば交通第一課長がもっと早く当時のですね このことを真摯に受け止め、自らの職責に準じて、しっかりとした仕事を行っていれば、もっと早く改善に結びついたのではないでしょうか。世の中には多くのことができないことというのが山のようにあります、うん。大昔、飛行機が空を飛ぶなんていうことは考えられませんでした。しかも、しかし、何とかしてできないだろうかと言って、 勇猛果敢に研究を続けたこと、そしてそういうものに対して試行錯誤を繰り返して失敗を繰り返してきたことによって、今、ジェット機が全世界を飛ぶような時代になりました。斜め温暖は絶対になくなりません。しかし、数を少なくすることはできるのではないでしょうか。以下、ご紹介いたします。えー、交通法規の遵守について依頼、 新春の子をますますご精鋭のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては、平素より警察行政各班にわたりご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。昨年は人流の回復等に伴い交通事故が多発した1年となりました。残念ながら一昨年を上回る件数の死亡事故も発生しております。このたび県民の方から、木庁舎の職員が庁舎、 北西側に所在,所属所属所在する広島,市を東広島城東交差点付近において横断歩道を渡らず斜め横断している旨の苦情を受け10日において現場確認したところ緊張者を出入りし斜め横断する状況を多数確認いたしました道路交通法では歩行者は道路を横断する際横断歩道の付近では 横断歩道を通行することと規定されております。加えて交差点付近では特定の交差点、スクーブランブル交差点を除き斜め横断は禁止されております。広島城東交差点付近では車両の往来も多く、かかる行為は交通事故につながる危険な行為であること。また皆様におかれましては我々警察官と同様、国民の 模範となるべき安全行動を取っていただく立場におられると承知しておりますので、信号機に従い、正しく横断歩道を通行していただきたいと思います警察といたしましては、悲惨な交通事故を一件でも減らすために、交通指導取締りや交通安全教育などの取り組みを推進しているところであり、皆様におかれましても、 ご理解ご協力をお願いいたしますと。道路交通法第12条第1項、歩行者は道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない。第2項、歩行者は交差点において道路標識等により、斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、 斜めに横断をしてはならならいと、えー。ここに図面が書いてありますね。この合同庁舎、ここですね、広島城、この間はもう絶えず斜め横断のオンパレードだったわけです。じゃあなぜ、なぜを斜め横断するというかというと、1秒でも早くここのところにある喫煙所にタバコを吸いに行きたいがためなんですよね。タバコを吸いたいがために一命を落としたら、 元もともこもありませんこちらにはしっかり横断歩道もありますこちらにも横断歩道があります決して、えー、数秒を死に急いでここ斜め横断する危険性を高める必要はないのではないでしょうか、えー、国家公務員にも家族がいますそしてここを通る修学旅行生も上級国民の態度姿というものを見ております子どもは大人のしくです 社会のの犯罪は社会のしくずです社会会ですが改めれば犯罪は減ります。交通事故も減ります。皆さん、いかが思われますでしょうか。えー、悪なき行政庁と戦っている皆さん、ぜひともあなたは一人ではない。一致団結して情報交換をして、巨大なる不条理、違法なる悪性、これに 戦いを挑んでいこうではありませんか以上で、えー、今回斜め横断、うん、改善のご報告とさせていただきます